はい、ヤマハ SR400 のご紹介なんですが、はい、皆さんこの SR を見て、あ、これはこれはって思った人は、SR がよく分かってる人ですね。はい、さあどの辺がなんでしょうか。これめっちゃ珍しいですよ、この SR。 SR なんてね、ありふれてるじゃねえか、いっぱい走ってんじゃねえか、うん、って思うかもしれないんですけども、これはもうウルトラスペシャルな SR です。何がか、まず見てください。細かいところを見ると今の SR と全然違います。まずフロントのディスクブレーキがまたがって左側にある。はい、ね、大きく違いますね。みんなの SR は右側についてるよ、ですよ。はい、で、あとですね、フロントのタイヤのホイール、ちょっと大きくない？そう、19インチなんですよ。そうです、この SR は初期型です。はい、幻の初期型。しかもこのカラーパターン、サンバースト塗装って言うんですけども、限定色です。今の現行の SR でこれを復刻したものが売ってます。売ってました、売ってます、わかんないですね。まあ最近、去年ぐらいだから、まあ売ってますでいいでしょう。売ってます。はい、っていうですね、非常に珍しく由緒正しいこの初期型の SR がなんとワンオーナーの状態で入ってまいりました。もちろんホワイトベースのあの買い取りでございます。ホワイトベース買い取りにも力を入れてますけども、愛媛の方から、買い取ってまいりましたよ。ワンオーナーなんですよ。で、何年式かっていうと1984年。はい、生まれてない人、生まれてないはずです。84年って言ったらもうみんながですね、お父さんの中にいた頃ですのオートバイですね。すごい話したいこといっぱいです。今の SR インジェクションなんで、まあそれまでの話にしますけども、キャブ、この初期型のキャブっていうのは非常に特殊なキャブがついております。口径が大きいキャブです。はい、あの由来的に言うと500のオフ車があったんですけど、それをまああのモディファイしてつけたエンジンなんですけども、それのキャブがそのままついてると思ってください。はい、大きくて加速ポンプ付きということは、非常にこうフィーリング感ダイレクトで、パワーがある味わいがあるんですけども、このキャブ愛好家が多いんですが、まともな状態のものがほとんど出回ってません。はい、じゃあこのキャブ、今ついてるキャブはどうでしょう。はい、ちなみに冷たい、熱い、僕は、はい、この状態でエンジンかけてみますね。これびっくりするほどかかりがいいんですよ。インチキなしです。はい、近くで撮ってください。このキャブを、形が変わってるでしょう。いろんなダイヤフラムが入ってて、加速ポンプとかついてます。はい、というものですね。ちなみにこの SR の走行距離が 62,721 キロなんですね。すごいと思いませんか。はい、映るかな、これで。あんまり関係ないな。うん、ワンオーナーだと距離が伸びても関係ないんです。はい、複数オーナーでその中に適当な扱いをする人がいるから、距離はみんな気にするものなんですけども、状態がいいオートバイというのは保管がいいということです。屋根、壁、シャッターのあるガレージで保管されていました。はい、すごいですよねこれで、まあフロントが19インチ、このウインカーは純正でこのサイズです。ほとんどフルノーマルなんですね。で、マスターシリンダーも、まあ、昔の古式浮かしい感じです。サンバースト塗装、サイドカバーも当時ものです。はい、だから少しはげてきますけども、これあえてこのまま出します。はい、あの磨いたりすると剥がれちゃうかもしれないので、僕の方では磨きません。はい、で、後ろの方をですね、当時もののステッカーとかも貼ってありますけど、これも剥がしません。はい、あのどうしても気になる人は自分で剥がしてほしいんですけども、あのこれはこのステッカーはこのステッカーで結構なんていうんですかね、レアなものです。あの当時の お買い上げということをですね、非常にこう証明するものですね。1984円です。でナンバー見てください、この字、旧書体、これ愛媛って書いてあるんですけども、旧書体です。これ当時もののナンバーです。これね、返納するの嫌だな。
返納するの嫌なんですけども、これは残念ながら映像に残すだけで返納させていただきたいと思います。はい、ですね、土初期の SR というのはキャストホイールだったんですね。で、1978年に発売されています。で、1984年に至るまでに、ですね、キャストホイールがスポークホイールに変わってます。で、スポークホイールに変わってまでもフロントのタイヤの径が19インチのまま、でそこから2型に移行するときにフロントが18インチになって、ドラムブレーキに変わってます。で、一般的にはですよ、ここまでを初期型、ドラムブレーキに変わってからを2型と呼んでおりますけれども、初期の前期後期という分け方をするのか、初期の本当の初期はキャストで、これは2型になるよというのかというのは僕はちょっと微妙だと思うんですが、これは初期にカテゴライズされて、初期のマイナーチェンジでキャストがスポークになったんだというような認識で僕はおります。細かいところを見るといろいろ違いますよね。こうステップの太さとかも違うし、ステップの位置も違います。今のやつはもうちょっと後ろについてるはずなんですね。それが前に来てる。ただエンジンの形とかで言うと、ほぼほぼ今も昔も外見は変わってないです。外見は変わってないです。中身は結構実は変わってたりするんですね。はい、そうなんです。じゃあ反対側を見ますか。あとタンクの太さとかも今の SR の方が太いんですよ。まあどのくらい太いかっていうのは並べないとわからないですけどね。これはでも本当にレア。メーターパネルも違うんですよ。なんか XJ っぽいっていうかね。まあ、メーターを取ってもらえますか。今の SR しか知らない人、これが昔の最初の SR のメーターパネルです。こうやってね、ターンとかニュートラルとか速度警告等ついてますね。こうやってつきますね。はい、ウィンカーとかつけるとつきます。はい、これエンジンかけるとちゃんと点滅します。はい、タコメータースピードメーター 62,721 キロ、ワンオーナーだからこそ証明されるこの数字です。素晴らしい。今から30年所有なさってました。30年間これよりも乗りたいバイクが見つからんかったということです。はい、でうちでですね、1台お買い上げになって、下取りとして入ってきたんですけども、なぜ買い替えたかと言いますね、大きいバイクにちょっと乗ってみたかった。セルノバイクじゃないとそろそろちょっと年代的に辛いかなと、いろんな理由があるようなんですけども、そうした巡り合わせで、ホワイトベースにだったらですね、この可愛い俺の SR を任せてもいいよということで買い取りをさせていただきました。あ、しつこいですか、すいません。はい、そういうことやってるんです。普段から活動してますんで、ぜひですね、そういう要望あれば声かけてください。はい、じゃあこっち側を見ますけども、まあほぼほぼ今の SR とはほとんど変わらないんですけどね、いろんなステッカーが貼ってあって、意味がある中にですね、これが、中翼二輪車販売店協会というステッカーが貼ってあります。これ昔のステッカーなんですけども、なんかこれが貼ってあるとですね、その地域のバイク屋さんどこに持ってっても面倒見てくれるというようなですね、そういうものだったらしいんです。最近はそういうのはないのかな、わからないですけども、全国的にこういう機運があればすごくいいんじゃないかなと思いますけどね。うちで買ったやつじゃないから見ねえよとか、ふっかけちゃったりとかですね、そういうのが、なくなる。昔はこういうものでなかったのかもしれないですね。まあ、そういったことをこう予想させるものとか、まあ、皆さん別にお買い上げの方は別に剥がしてもいいんですけども、なんとなくですね、こうした一人の方に彩られたオートバイというのは、いろんなこう時代を推察させるですね、面白い要素があるので、この辺りは剥がさないで、一応説明をさせていただいております。はい、でこっち側もこういうフュエルコックとかですね、今のとは全然形が違いますね。ここについてるこれが加速ポンプというものです。これをこうやってこう動かすとですね、こう当たる。あ、これ違う、加速ポンプじゃない、これアイドリング調整スクリューですね。こうアームが動いて当たる。はい、加速ポンプはどこに入ってんだろう。下のダイヤフラムとかかな、この辺だな、多分こういうとこだと思うんですけどね。入ってるような加速ポンプ。はい、でですね、そうフロントのブレーキ、これシングルです。ドリルドディスクでもなければ、こうスリットも入ってないですね。
で、シングルピストンで、これは固定式の型押しです。今のディスクブレーキのこのキャリパーっていうのはもっとなんかハイテクなものがついてるんですよ。こんなのがっちり固めて片っぽしか押さないブレーキっていうのじゃないんですね。なんかこういう作動だとどう見ても片っぽのパッドばっかり減ってきそうな気がしますし、雨に濡れたらブレーキこれ効かないんじゃないかなっていうようなですね、作りですけども、実際そうです。はい、だからって自分で穴とか開けないでくださいよ。で、ちなみに現行のディスクとは互換性がありません。ここのハブの直径が違いますので、持ってきても合わないです。はい、でなんだっけな、XJ かなんかの流用できるような話を聞いたことがあるな、聞いたことがあるなというだけです。本当すごいよなこれ。でもなんか微妙になんかフローティングっぽいような動きをするようにも見えます。キャリパーがね、はい、というようなオートバイです。はい、もう一回だけエンジンをかけようと思います。で、当時はですね、SR400 と500は並行して販売されていました。だから車体についてるですね、注意書きのステッカーなんかには SR500、400って共通のものが貼ってあるんですね。で、並行して販売されていたのは確か平成11年ぐらいまで、並行して販売されていたと記憶しています。だからこれは84年なので、1型の最終ということになりますかね。はい、ただ このエンジン音がですね、なんて言うんだろう、このやっぱ同じ SR ですけど今の SR とは違うんですよ。このなんていうのかな、この一発一発の強さっていうのがですね、なんか違う気がする。で、逆に高回転域までは回らない感じですね。そんな感じがするな。これがそもそもの始まりの SR、 ここから全てが始まったわけです。そんな、ああそう、このサイドスタンドの形も違うんだよな。そうなんですよ。 SR 好きとしてはですね、こう非常にこう垂涎の一品ですね。僕はそう思います。最初に買い取りという話でこれを見た時に僕びっくりしましたんで、まあ、現存するのかと、現存してエンジンかかんのかと、走るのかと、車検残ってるよ、ノーマルワンオーナー、悶絶しましたね。はい、どうですか皆さん、 SR 好きで SR を探してらっしゃる方でこだわりがある方にはもってこいの一品なのではないのかなというふうに思います。はい、うちの納車に関してなんですけども、日本全国どこでも納車に伺っております。はい、車検もついてますね。29年4月まで、ついております。納車整備ですね、基本的な消耗品交換、それからテスト走行、名義変更、そういったものを全部値段の中には含んでおりますので、まあ皆さんの、まあ、皆さんって言っちゃいけないのかな、これは非常にこう乗り手を選ぶオートバイかもしれない。まあ、今の現行のインジェクションのものとかに比べるとですね、やっぱりある程度その部品的な部分、壊れたりした時の部分っていうので、メンテは今のものとは違うセンスが必要になるんだけども、逆にキャブ車、オートバイはキャブ車だよってキャブに慣れてる人だったら別に何の問題もない以上ですね。で、あとはその物的に今でも人気があるものなので、パーツはある程度出ます。ある程度です。はい、ただキャブレターの中の内部パーツにしてみると 1,2 個やっぱり欠品があるので、そこはもしどうしてもそこが壊れて動かなくなってしまった、まあ、ほとんどないと思うんですね。ここまで状態がいい場合はないと思うんですけども、もし万が一ですね、これから所有していく中で何年後かに、そこをなんとかしなくちゃいけないという場合はですね、2型以降のキャブ使えますんで、
はい、まあいろいろ部品交換必要ですけども、全然それを付け替えてもちゃんと走ります。いや、それやったことがあります僕。なので、乗っていくことは乗っていきます。あとはその中古部品等についてもすごくたくさん出回っているので、気合と愛と根性と勇気ですね、それからちょっと変な性癖が必要なんですけど、そうしたものがあればですね、所有して、乗っていくにはまだまだ全然いける一台です。はい、それ言っちゃいます。 SR に関しては自信あるんですよ。僕自身がいろいろやって試してますんで、はい、なので、他の古いバイクでこうお茶を濁すようなこと言うんですけど、 SR に関しては結構言い切れますね。はい、大丈夫です。気合と勇気です。なんとかなります。はい、というわけで SR400 の1984年1型ですね、お探しの方きっといらっしゃると思いますけども、非常に状態のいい一台です。どうぞよろしくお願いいたします。